PCNG 版栄冠君に高校野球全国大会2530枠目。はい、黒金さん、倉総理さん、三個目さん、三年 B 組、ドンパチ先生さん、いらっしゃい。今日はいよいよブロック戦決勝。さあ、帝京山との一戦です。三ツ橋農業対帝京山の選抜予選、関東大会ブロック大会、関東ブロック大会決勝。おじさん、三年 B 組、ドンパチ先生さん、ありがとうございます。七個目さん、いらっしゃい。まずね、三つの連勝記録がかかってますんで。八個目さん、いらっしゃい。アラン・プロートさん、いらっしゃい。選抜が何試合ですか？ 1、2、3、4、5試合ね。16試合の。はい、ルドさんいらっしゃい。アガト・ダイモンさんいらっしゃい。7試合で23。23と6足して29。29に3足して32。32に7足して39。で、40、41、42、43。今日で44連勝目がかかっています。森さんが1番さんいらっしゃい。さあ、行きましょう。ミツバチ農業対帝京山。あら、これじゃない、パッドが、パッド違う。あれ、なぜ動かない。あら、なんか違う。ちょっとおかしくなった。ちょっと大丈夫か。帝京山め汚い手を使ってきますね。あらぶうか。今ね、多分セレクトボタンを押しちゃってマウスモードになっちゃったのかな。今日フグピョンとルバンだね。まあ負けても戦績にはいけるんですよね。いけます。ただね、そのいけてもちょっと連勝記録が止まってしまいますんでね、三つ野としては先輩3期生から続いている連勝記録途切れさせるわけにはいかないというね、みんな一生懸命にやってます。帝京山対三ツ橋農業、できれば勝ちたい。決勝戦、実況実況太郎、解説西川一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうアナログでお届きました。今日この旦那さんに、いや、うちまだ全然届かないよね。本当にどこ行ったの、うちのアナログでよ。他がもう、あ、後から頼んだ高橋名人の方も先行きてるし。おかしいな、僕のアナログでよはどこに行ったの。船が沈んだか。ねえ、高橋名人なんかつい最近頼んでもう来てるんだよ。おかしくね。お、高橋名人だから早く届けてやろうって忖度があったのに。10万石さんいらっしゃい。赤田大門さんいらっしゃい。ワン、ツー、スリー、フォー、水のファイト。さあ、先行は帝京山高校です。帝京、帝京、帝京山、帝京、帝京、帝京山。トモさんいらっしゃい。あ、トンネルズの2人も応援しますね。山のスタンドにはオブのトンネルズの皆さんがいますね。はい、タカです。ノリです。2人合わせてトンネルズです。三振、1個目の三振。トンネルズあんな感じでしたっけ。いやー、ちょっとおかしい、似てないですけどもね。はい、母ちゃん、僕のアナログをどこに行っちゃったんでしょうね。ツーアウト、3番シシクラ君、ミョウケンさんです。やめた、ショートフライ、三振凡退。素晴らしいジョー君立ち上がりですね。ミツバチ農業ジョー君、3人でピシャリと抑えました。ワン、ツー、スリー、フォー、ミツノーファイ。さあ、1番大下君、あれ原口正と堀だぞ。はい、カリンピーさんいらっしゃい。ミツノーファイ、わらわら。パパ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 パアウト、ドロップキック。3番空飛び君、トライトライ。さあ、フッピョン、ツーベース。さあ、三ツ橋農業チャンス、牽制気をつけろ。さあ、4番61本君、
あれなんか三つのブラスバンドは全国でも有名なんですよね。全くおかしいですね。押してもないのにタイムがかかる。ボール。アウト。ファーストゴロ。ちょっとね振り遅れましたかね。三ツ橋農業チャンスを作りましたが無得点です。もう全国でもね有名です。三つのブラスバンド部、三つのもブラスバンドも全国大会で優勝します。4番野口くん、トライトライアウト。単球単身単単身2個目の三振 KK。 トライ1沼沢くん、ボールボール。トライボール。フルカウント、ボール。あとフォアボール。はい2勝、はい2勝。農協牛乳さんに対し6番菊池くん打ち上げた、レフトファウルフライ、アウト。ザウツ7番ピッチャー増村くん、ボール。トライ。プラスバンドが7人打ち上げた、セカンドフライ、ランナー出ましたが無得点。肩バットはしてませんよね。さあ2回裏水町農業、5番のスペシャ君ホームランもあります。まあ、3つのどこからでも一発が打てるっていうのがね魅力ですからね。サードゴロ。6番ルパンダ君、ルパンダ君も1回戦でホームラン打っています。トライトライ、ボール。打ち上げた、ピッチャーフライ、アウト。ダウツ。7番谷垣君、谷垣君も1回戦でホームラン打っています。さあツーベース、またツーアウトからツーベース、牽制気をつけろ。まあ、ここはね敵はまあ中島君歩かせてピッチャー勝負でいいと思いますけどね。トライ、中島君昨日ホームラン打ってますよね。さあ繋いだ、しかしここはツーアウト1塁3塁、ピッチャーのジョー君、まあ、ピッチャーのジョー君もねタイムで打ったことありますからね、1割切ってますけども、しかしここは三振、50個目さんでした。まあ次ね、中島君が打ったことで1番から始まりますからね。はい、スーナさんが例です、50個目さんでした。花火です、花火は変わりましたね。トライ。さあ三ツ橋、農業ジャブのね帝京山高校8番湯浅君からファールボール、左バッター、アウト。三振、3つ目の三振。ジョー君疲れはどうでしょう。そうですね、もうここまで何連投ですかね、5連投ですけれどもね、はい、もうここは踏ん張ってほしいですよね。さあ9番平野君が打って帝京山高校初安打、昨日はジョー君2イニングを投げています。1番深川君、おっと深川、これは栄冠じゃん、スリーベース、深川君のタイムリースリーベース、帝京山先生ポイントこい。まあ、次の点がね勝負ですよ。成長山魂へ削れるだけ、トライ。成長山先生、いい魂くん打ち上げた、キャッチャーフライ、アウト。ツアウツ。トライ。怪しいサインだ、このサインはまあよく見ろやったサインですね。頑張ししくらくん打ち上げた、キャッチャーフライ、しかし深川くんのタイムリースリーベースで帝京山高校先生です。最近は出てないですかね、昔は結構ね出てましたけどね。さあ1番大下くん、レフトフライ、2番ワイカくん、おっとワイカくんまだまだね、はい、アウト。バトコロ、また正月に鈴木誠也の二小学者と一問着ありそうです。笑。3番空飛君、1番からのあとこの回もエラーでランナーが出ました。ケンゼン気をつけろ、アイジーさん、このサインは、まあ、気をつけろやつサインですよね。さあ61本君はどうだ、いやちょっと読み、もうちょっと右だったスリーベースだったんですけどね。ここは栄冠アウトで同点はなりませんでした。あ、さっきの帝京山はね、もうちょっと右だったんでね、スリーベースだったんですけどもね、あそこがもうちょい右だったらね。4番野口くん、トライ。栄冠アウトで得点ならず。
ファールボール。あとファーボール。ノーアウトランナー一塁、5番沼澤くん。打ち上げた。セカンドフライ。アウト。まあ水野ね、毎回ランナー出してはいますからね。あと1本出れば、はい。まあ早めにね、今まで2アウトからのランナーばっかりですからね。6番菊池くん。スタートから。アウト。ダブルプレイ。まあ負けてもいいんですよね。負けてもいいですけどもね。まあ負けることはね、うちのは考えてないと思いますよ。5番スペシャくん。アウト。バットクロ。まあ選抜で当たる可能性もありますからね。はい、選抜で当たった時にね、苦手意識をつけないようにね、しますからね。6番ルパンダくん。ドライ。アウト。訓練されたリスナーは、あ、霊感アウトね、そんなにともなかったように受け流してます。さあ、7番、8番、今日は当たっています。7番、谷垣くん。セカンド正面。この回、水野の初めての三者凡退。さあ、5回表。ピシャリとやられましたね。153ダブルプレーが見れる醍醐味よ。7番、松村くん。霊感ならではのダブルプレーがね、見えますね。キャッチフライ。アウト。ワンアウト。8番湯浅くん。あっと湯浅くんです。前9番平野くん。ドライ。ドライ。アウト。三振。単球単身単単身4つ目の三振。さあ、先ほどはタイムリースリーベースの深川くん、5割バッターですからね、気をつけて。スワンスワン、デッドボール。栄冠レーザービームは最近見れなくなりましたね。あ、そうでは最近出てませんね。2番飯田橋くん。ドライ。ヘイ。それでドライ。ツーストライク。このサインファールボール。わらわら。あいつだ、このサインは。このサインはまあよく見るわけじゃないですね。三振。5つ目の三振。ピンチ出して、はい、73個目されちゃい。さあ、5回裏ミツバチ農業の攻撃。8番の中島くんから。アウト。バットクロ。最近はないですね、そんなにね、びっくりするようなことはね。ドライ。9番ピッチャージョー君。アウト。単球単身単単身。さあ、1番大下くん。ちょっと大下くんがね、打率が下がってきてますね、ちょっとね、疲れがあるのか。うん、この回もキャッチャーファルフライ、三振凡退。1対0、5回終わって1対0。研究されてますね。まあね、はい、お互いこうピッチャーがいいですね。さあ、3番宍倉くん。ライト前。さあ、4番野口くん。ドライ。打ち上げた、ファーストフライ。アウト。まあ、ジョー君もね、5連投ですからね。5番沼澤くん。ドライ。ドライ。ツーストライク。アウト。単球単身単単身。それでももう6つ目の三振。6番菊池くん、打ち上げた。ノーアウトランナー出しましたが、その後後続を退けて6回表終わって1対0。さあ、6回裏ミツバチ農業の攻撃。そろそろ得点欲しいです。2番ワイカ君。お、打ち上げた。アウト。ショートフライ、ワンアウト。3番空飛び君。今ちょっと簡単にね、打っちゃいましたかね。ファーストフライ、ツーアウト。2番61本君。ファール。さあ、60本くんレフト前、キャッチ、キャッチクロー。5番スペシャくん、打ち上げた、キャッチャーフライ。アウト。ランナーはね、結構出すんですけどもね、なかなかツーアウトからのランナーが多いですね。ちょっとね、ノーアウトからちょっとランナー出したいですよね。塁に出なかった選手がバックホームしてくる。
れが栄冠瞬間移動でしたよね。あっと7番松村君次が止まりません。ツーベース。あ、じゃあ岩瀬君、なんかね、なんかまあ不思議な現象は多々ありますね。いろいろね、まあね、いきなりベンチからの牽制球もありましたからね、昔はね。岩崎君打ち上げた、ピッチャーフライ。9番平野君、ドライ。ドライ、ドライク、打ち上げた、ファーストフライ、アウト、アウト。じゃあ深川君、ここ気をつけたいですね。ファーストゴロ、アウト。得点圏にランナー出しましたが無得点。さあ7回裏三木町農業、なんとかして。6番ルパンダ君、今日はまだヒットがありません。なーっとショートファインプレー。あー、いいプレーしましたね。アウト。谷垣君ピッチャーゴロ。中島君打ち上げた、三者凡退。この回もアウト。なかなかね、1点が遠いですね。まだ野球は9回にアウトまでわからない。まだわかりませんよ、1点差ですからね。まあね、2番飯田橋君、これは流れが悪いですね。セントフライ、アウト。ワンアウト。そうですね、流れがちょっとね、まだ三つの方には行ってませんね。ワイカちゃんなら何とかしてくれる。3番シシクラ君、あとシシクラ、ツーベース。2番野口君、今日まだノーヒット。ケンス入れて、どんどん入れてけ。ドライ、スタートゴロ、アウト、アウト。5番沼沢君、ワイカちゃんなら、ワイカちゃんならちょっと。ドライ、ストライク、ドライ、ストライク2。検出入れて、アウト。単球単身単身、なんとかジョー君8回を1失点。まあジョー君素晴らしいピッチングしましたよ。はい、さあこの回ジョー君からの打順で代打ポイ。さあ代打ポイ君が出ました。いやー、セカンド正面、まあいい当たりするんですけどね、正面ですね。さあノーヒットの1、2番が出ないと得点がね。ドライ、あっと、まあボール球でしたかね、今ね、3球目ね、ちょっと焦りがありますかね、ちょっとね、ボール球で出しましたね。ワイカちゃんも初球打ち、三者凡退。さあ9回表裏、攻撃残すのみです。アウンカピチャーサバド。さあ2番手サバド君です。サバド君昨日7イニングを投げています。サバド君も5連投。ワン、ツー、スリー、フォー、三つのファイ。6番菊池君からサード、アウト、サード、アウト。間に合った、危なかった、これもアウトランナー出したらね、大変でしたからね。7番松村君、ドライ、ドライ、ボール、ボール、セカンド打ち上げた、アウト。レフトフライ、ツーアウト。よしよし。8番岩佐君、あー、ダメ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 、ライトの頭上越えてスリーベース。さあここで9番平野君に代わって添田君が出ました。ドライ、ドライ、ドライク、アウト。単球単身単単身、なんとかピンチ脱出。さあ1点を追いかける水町農業、いけいけいけ。3番クリーンナップから空飛び君、さあ空飛び君出ました、蹴って蹴ってこう。バント送って、奇跡の逆転あるか。
ライスワン、アウト。さあワンアウトランナー二塁、4番ですけど、まあ、しっかりね送りました。ここはね、蹴って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 、ナイスペシャル。6番ルパンタ君、蹴って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 、牽制ドワンだよ。トライ、蹴って近いぞ。あアウト。あ、結局最後はノーアウトランナー出ましたが、あ1点が遠かった。ゲームセット、あもう1点でしたね。あ、あ提供フォーエバー、提供エタナル、提供永遠、提供最高、我ら提供は山の上にあるから、提供山ここというんだよ。結局連続ホームラン記録も連勝記録も43でストップ。三つ脳を破れる、三つ脳の連勝が止まりました。まだ泣くな、春の選抜でやり返そう、やり返そう。監督どういうことですか。見事選抜出場は決めましたが、準優勝でした。あ、すいませんねノーインタビューで、あの帝京山さん監督聞いちゃって、はい、見事優勝しました帝京山の監督です。どうもおめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。ミツバチ農業の連勝を43で止めました。いやー、本当ね、ミツ農さんはね、本当に今まで、ね、強いんでね、本当ね、我々チャレンジャーで行ったんですけど、まあ、なんとか1点取ってね、はい、これで、まあ、うまくね、うまく、抑えてくれたんでね、はい、まあ、非常に良かったですね。はい。ありがとう。はい、ありがとうございました。いやいや、まだまだ選抜でリベンジしないとね。というわけで、選抜リベンジだね。おめでとう、選抜大会出場決定。決まっててよかった。残留多すぎ問題、この悔しさ忘れんぞ。さあ、というわけで残念ながら負けてしまいましたが、春の選抜でね、再び帝京を倒すぞ。どうせ優勝じゃなくて、あれって言わないとですね。帝京山強かったね。った同じブロック同士は当たらね、あ、分けてやるような組み合わせにはしないからね、ここの栄冠は君にはね。どうせまたあの同じブロック同士がすぐに当たる組み合わせになるだろうから、ね、油断しないで今度はリベンジしよう。あれ、監督のユニフォームにベレも変えんか、笑。自分にできるのは帝京山のインスターを荒らすことしかないです。インスター荒らさなくていいからね、まあ今日は負けなんでなし。まあジョーも様のピッチャーね、頑張った。面白いんですけど、できれば決勝で当たりたいで、またね、できればね、決勝で当たるといいんだけどね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC2 番栄冠を君に高校野球全国大会は毎日やってます。まあ帝京山さんね、メンバー総入れ替えですね。先輩大あゆでした。おでした。みんな一生懸命頑張った、打てなかっただけだ。あゆでした。おでした。こっちにチャンスがねなかった。おでした。おです。おです。おでした。おでした。明日からは練習試合。